本日は東武百貨店船橋店がお届けいたします千葉ロッテマリーンズスペシャルトークショーにようこそお越しくださいました。これからね、今日はオフならではの楽しいひとときを皆様にお届けしたいと思います。申し遅れましたが、私本日の司会進行役を務めさせていただきます、ケーブルテレビ JCN が制作しております千葉ロッテマリーンズの応援番組、ロッテレビマリーンズフリークスの番組レポーターを務めております黒木ひろ子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ロッテレビ見てくれてる方どのくらいいらっしゃいますか？結構いらっしゃいます。ありがとうございます。今日放送する予定でカメラも入っておりますのでね、放送もお楽しみいただければと思います。さあ、それでは早速今日は皆さん朝早くからお集まりいただきました、東武百貨店船橋店でマリーンズ満喫の一日をお楽しみいただきましょう。それでは早速本日のトークショーゲストご登場いただきます。千葉ロッテマリーンズ藤岡隆宏選手、鈴木大地選手です。どうぞ。さあ、ということで改めてご紹介いたします、千葉ロッテマリーンズ同級生コンビ藤岡隆宏選手、鈴木大地選手にお越しいただきました。拍手。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではまずはお集まりいただきましたファンの皆様に一言ずつご挨拶からお願いいたします。本日は、寒い中お集まりいただきありがとうございます。楽しいかどうかは分かりませんが、一生懸命僕たちも頑張りますのでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます。今日は集まっていただきありがとうございます。本当に寒いのでトイレ行きたくなったら遠慮なく立ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではおかけいただいてたっぷりお話を伺っていきたいと思いますけれども、藤岡選手、楽しいかどうか分かりませんではなくてだいぶ控え室でお話ししたら、そんな僕見せちゃっていいんですかってねおっしゃってたんで、見せてください。そんな、僕見せちゃっていただければと思いますけれども、もう皆さんねご存知の通り、もう言わずと知れておりますけれども、今をときめくマリーンズの中ではね、平成元年生まれのお二人、そしてお二人は東洋大学、大学時代からご一緒にプレーされてマリーンズに入られたという、貴重なねお二人の関係があると思うんですけれども、日頃なんて呼び寄っていますか？はい、いやそんな変わらみんなとも変わらないと思うんですけど、大地って大地普通に呼んでます。僕は真面目な時は藤岡ですけど、あとはケツとかいろんな呼び方。ケツ？なぜですか？でかいんですよ。すごいですよ、なかなか。チャームポイントのガッチリしたお尻を、はい。それだったら僕だって、ほぐろとか呼んでますよ。みんな分かってると思うんですけど。ちょこちょこそういうのもありながらということですね。お二人は大学時代からご一緒にプレーされているわけですけれども、初めて会ったのはいつですか？大学の練習会の時に初めて見ました。するとじゃあ、高校3年生の時ということですか？大学を決める時に、そのお二人が初めて会った時の第一印象からちょっと伺いたいんですけど、最初会った時どう思いました？鈴木選手からいきましょうか。会った時ですか？はい、会った時は、最初ピッチャーの練習してたのに気づいたら一緒にティーバッティングやってるんで、こいつどんな選手なのかなと思ったらすごいピッチャーになってくれました。なるほど。その頃はまだ面識というかあれはなかったんですか？そうですね、なかったんですか？はい、僕はなんかピッチング練習してたんですけど、あんまり他のバッターは全然打ってなくて、鈴木大地の時はなんかみんなホームランパカパカ打ってて、これどんな選手なんだと思った時に見たら党員って書いてあるユニフォーム着てて、こいつすげえ選手だなと思ったのが第一印象です。第一印象から、いや、あの日が人生で一番フットボール飛んでると思いますそんなにすごい日一日だったんですね。あの日はなんか神がかってました。で東洋大学に進学して、で大学時代4年生の時には鈴木選手がキャプテンで藤岡選手が副キャプテンだったんですよね。そうですね、はい、いやでも副キャプテンですけど、何もしないですからね僕がいつも監督に怒られてたんで副にありがちなパターンですね、でも投げてくれたんで何も言えないですよ。いやでも怒られたがりなあ、悪い時にやっぱ
ぱり怒られるのがキャプテンで、それ見てどう思ってたんですか？大変だなってなってましたでちょっとあの副キャプテンとか思ったりしてたんですか？じゃあいやでも投げてくれるんでこっちは何も言えないんで試合になるとビシッとっていうことでプレーで見せる副キャプテン、そういうことになりますか、ね、はい、なるほどね。そしてあの平成元年生まれの選手、非常にマリーンズもう今本当にチームの中心選手と言っていいほどあのたくさんいらっしゃいまして、唐桑選手、阿部選手、上本選手、高浜選手、そして藤岡選手に、大地選手に、増田さん、中後さん、そして今度あの新入団で、吉原選手と井上選手、社会人からのお二人が同級生になるんですよね。でチームで10人が平成、ね、元年生まれということになるんですけれども、まあ、ルーキー今度入ってこられる方たちまだ分からないと思うんですけれども、今その平成元年生まれの中でリーダーみたいな存在って誰なんですか？そうですね、まあ結構物事を仕切るのはやっぱり増田とか、まあ、からかなんかはいろんなことを決めてくれますけど、まあ、僕とか中後ろなんかはもうはそれでいいんじゃないっていうそういうタイプで、はい、ついていくっていう感じなんですけど、なんか鈴木選手なんかすごいキャプテン気質とかもう本当持ってらっしゃるだろうなと思いますけど、どういう立ち位置なんですか？いや同級生のやつら都合いい時だけキャプテンキャプテンって言ってそんなついてこないんで自由なんですよ、特にピッチャー陣は。はい、ほんと自由なやつらなんで、はい、ちょっといろいろ心胸の内があるんですね。もう今日全部言っちゃいそう、ちょっと怖いんで。ちょっと言ってくださいね。ええ、もうこの辺でやっておいておきます、はい、ね。でもあの今度ね、そのドラフトでこの間新入団選手発表会行かれた方いらっしゃいますか？行かれました？あのね、私も行ったんですけれど、そこでね会見の席でドラフトの2位と3位の吉田選手と三木選手、大学生の2人がもうね争うように鈴木選手の手下になりたいっていうねアピールがあったんですよ。手下になりたいちょっとおかしいですけど、ね、そう、でももういやいや僕が一番手下にみたいな、もうそんな争いのコメントが、ね、あったんですよ。それ聞いてどう思いますか？いや嬉しいですけど、吉田とかはちょっと頭悪い子なんでそういうことしか言えないやつなんで、それでも嬉しいですあ、大学時代からじゃあ少し交流があって、いや代表とかで補助がもそうですけど一緒にやってて、そっか、なるほど ね、そでももう本当目標とされる選手になっているわけですから今どうなんですか ね、でも、まあ、でも頑張るだけだと思います。はい、はい、そんなお二人が今まで、でもあの子供の頃でも今でもこう目標としていたり憧れだったりする選手って誰ですか？目を見合わせて。ロッテですか？いや、ロッテじゃなくてもいいです。もう本当野球人として、僕はプロ入る前はすごく今なくなってしまったんですけど、木村拓哉さんの、はいはい、そういうプレースタイルというか、うん、テレビを見てすごく感じるものがありました、うん、はい、なるほどね。でもこうどこでもできてっていうね、うん、藤岡選手は、僕はあの工藤公康さんがすごい憧れてて、はい、で1年目のキャンプの時に取材をしてもらった時は、はい、もうただただ興奮してしまって、はい、まあでも少しいろいろ話すことができて、はい、本当に光栄でした、はい、工藤さんね、ね、いいですね。なんかね似てるというか、なんかそんな気もしますけれどもね。チームの中ではいらっしゃいますか？チームの中で、マリーンズの中で、うん、まあ尊敬というか、僕は代表で一緒にやらせてもらった今ちょっと雑誌で話題になっている方選手が、あの選手は大学からすごくいい選手、確かにかっこよかったんで、はい、来る時が来たのかなって感じはするので、はい、尊敬します、僕。なるほどね。あのそうですよね、ジャパンのキャプテンだったんですもんね、はいはい、ね、なるほど。藤岡選手はチームの中でいらっしゃいますか？ノーコメントでお願いします。ノーコメントで、はい、ノーコメントで、はい、わかりましたではあのここまであの大学時代から一緒にこう入ってこられる選手ってなかなかねあのいらっしゃらないんですけれども、だから実質もう6年一緒にやってるわけですよね。でこう社会人、大学生から
今プロになって2年経ちましたけれども、こう変わったなとお互い思うところとかってありますか？うん、変わらないですか？いや、変わってないと思います。僕らまだ2年なんで、はい、本当に一緒にいるときみんなでバカしますし、はい、変わらずに変わってないんじゃないですかね。変わってないと、うんうん、プロ1年目2年目でこう自分自身じゃ変化ってありました？何かプロ2年やって、はい、ないですか？もうプロ2年目とかっていろいろ言われたりするじゃないですか、その辺こう終えて。うん、ないですね、ないですね、ないですね、わかりました。ではあのお互いのちょっとですね、ちょっとどう思ってるのかなということを聞いてみたいんですけれども、お互いのここがすごい、またはというか、もう一つちょっとここ直したらっていうね、まあ、いわゆる長所と短所ですね、ちょっとお伺いできればと思うんですけれども、では藤岡選手から、鈴木選手のいいところ。長所はやっぱり、まあ、あのさっき新入団の2人も言ったと思うんですけど、はい、やっぱこう尊敬されるような、やっぱこういろんな、なんていうんですかね、見本になってくれるような、はい、やっぱとこが見ててあるので、はい、やっぱそこは尊敬というか、まあ、長所だと思いますし、うん、まあ、短所だとはちょっとあの嫌なことがあったらちょっと顔に出ちゃったりっていうのが、たまにあったりするんで、まあ、その辺は、うん、はい、短所かなと思います。なんか近くで見てる藤岡選手じゃないとわからないですね。今言葉詰まってたんで多分思ってないですよ、これ。でも人柄はじゃあそのやっぱり素晴らしいというね。うん、じゃあ鈴木選手から藤岡選手ご覧になって、まあ、いいところは、はい、とにかくまっすぐなんで、うん、練習やるときは本当に練習に集中して、うん、僕も大学から見てるんで、すごく一生懸命投げてる姿を見てるんで、はい、それがとにかく尊敬できる、本当にすごいと思います。うん、はい、短所は、はい、マウンドでちょっと汗拭きすぎかなって、それは思います。汗拭きすぎかなって、はい、はい、もうハンカチとか用意した方がいいんじゃないかなって思ってるんで、はい、いかがですか、そう言われてますけど。そうですね、ちょっと考えてみます。あの汗っていうのはご自分もやっぱりだいぶ気になりますか？そうですね、なんかすごい汗かきなんで、はい、気になるんですけど、まあ、それをやっぱマウンド上で拭いちゃって、まあ、コーチに怒られるっていう感じもなったんで、はい、来年はしないようにしたいなと思います。なるほどね。あ、その辺のこう指摘もあったりするんですね。そうですね、はい、吹きすぎたぞっていう。でも気になりますもんね。まあ、来年は多分汗拭くぐらい、拭かないぐらいピンチがないと思うんで、はいはい、それが大丈夫だと思います。はい、なるほどね、ということで、そういう汗なんですね。そういう汗なんですねということになってしまいますけれどもね。なるほど。ではちょっとあの野球の話ということで、今シーズンをですね振り返りたいと思いますけれども、まあ、では鈴木選手からいこうかな。まあ、鈴木選手は、チームでただ一人144試合全試合出場を果たされました。そして、オールスターにも出場されましたし、そしてベストナイン獲得なりまして、まあ、いいシーズンだったなと思いますけれども、ね、はい、ご自分の評価はいかがですか？点数でもですか？そうですね、では点数でいきましょう。はい、自分自身に点数をつけるなら、そうですね、まあ、去年の自分で考えたら100点以上あげたいんですけど、はい、今年1年の成績って考えたら、僕はまだ50点とかそんぐらいかなと思います。今ちょっと大手藤岡選手おっしゃってましたけど、その辺どう思いました？いや、もっと上げてもいいんじゃないかなって思うんですけど、うん、はい、何点ぐらいつけますか、鈴木選手見て。80点ぐらいでいいんじゃないですか。あ、まあ、やっぱ1年間やったシーズンっていうのは今年が初めてなんで、うん、まあ、初めてというか2年目ですけど、はい、まあ、その中でやっぱ144試合出れたっていうことは、はい、すごいですよね。すごいと思うんで、まあ、それは胸を張っていい数字だとは思うんで、はい、いいと思うんですけどね。
50点つけられると後の50点はどのあたりですか？いや前半良かったんですけど、ちょっと7月から失速してるんで、うん、そういう意味での半分良かったけど半分悪いっていう意味で50点つけたんですけど、うんうんうん、まあ、本音はちょっと謙虚に行こうかなと思ったんですけど、はい、もう少し上げていいんだったら80点でいいかなと思います。じゃあ藤岡選手の80点ということで、ね、まとめたいと思いますけれども、まあいろいろね、なんかこう名場面ありましたけれども、ご自身が一番記憶に残る2013年ベストシーンを挙げるなら。いや本当にいろいろあったんですけど、はい、そうですね、でも、まあ、一番忘れないかなと思うのは、うん、めっちゃ忘れちゃったんですけど、はい、初めてマリンで立ち台呼ばれた時の日は、はい、まあ、ちょっとやっぱ忘れない試合になりました、はい、お立ち台に上がったその日、なんかあの入団した年の、ね、悔しい思いが、ね、あったから、私も鈴木選手がこう立ち台に立ったっていう、分かります？うなずいてる方いらっしゃいますけど、前の年ね、ルーキー3人が上がって、その時鈴木選手がすごい悔しい思いをね、まあそうですね、寮でテレビ見てて、ね、まあ、気づいたら3人乗ってたんで、ちょっと申し訳ないですけど、スイッチの方消して、気づいたね、はい、すいません、ありましたからね、私もだからその話を聞いてたので、うわーって、なんかすごくね、いつだったかな、気に出てこないですけど、ね、やっぱり記憶に残る場面ですね、はい、あとやっぱり私の中で、皆さんも多いと思いますけど、最後 のポストシーズン入ってからの西武ドームでのホームラン。はい、ね、あれがやっぱりなんか、そうです、あれが一番バッと出てくるかなって思ったんです。そうですね、あの試合は、うん、なんかもうどう打ったか覚えてないんですけど、とりあえずもうライトスタンド、その真っ黒なロッテファンにも入って、かなり興奮しました、うん、はい、ね、すごかったですね。さあでは、藤岡選手、参りましょう。では、点数でいきましょうか。点数、はい、もう先発、そして中継ぎと頑張りました。鈴木は80点ですよね。じゃあ、まあ30。そんなに？はい。30までいきますか？そうですね。では鈴木選手につけてもらいましょうか。じゃあ、そんな僕低くないと思いますけどね。ね、はい、うん、では。点数で表せないですね。ちょっと逃げていいですか？はい、難しいですか？でもそんなにあれですよね、そんな30点のことないんじゃないかなというね、気がしますけれどもね。でも本当に先発そして中継ぎと今年経験されましたけれども、やっぱりこう気持ちの上でと言いますか、マウンドに立って違いますか？うん、そうですね、まあ僕としてはやっぱ先発がしたいので、うん、まあ、このやっぱ先発って自分の試合っていう感覚があるんで、はい、まあ、そういう試合を何試合もこう、うん、味わいたいっていう気持ちが強いので、はい、まあ、今シーズンやっぱ中継ぎが大半を占めてたので、はい、まあ、その中でまあすごい、まあ、1試合1試合大切ですけど、うん、まあ、なんか先発よりはすごいなんか物足りないシーズンかなっていうふうには思ってました。なるほどね。鈴木選手はちょっとニヤッとしてましたけど。いや、まあでも中継ぎで投げてる時も短いイニングですけども全力で投げてるんで、うん、いやもう僕はもう大学からしてるんで、はい、こんな成績のピッチャーでは、まあ、皆さんも思ってると思うんですけど、はい、そんなピッチャーじゃないんで、はい、来年はやばいと思います、はい、いや来年もやばい、やってくる、絶対やばいです、はい、やばいことになるぞと。今のね、小谷コーチとキャンプの時からのフォームのもう一度作り直しなんていう、こう記事なんかも拝見しましたけれども。そうですね、本当に付きっきりでやってくれてたので、まあ、その辺は感謝してますし、もう教えてもらった以上やっぱり来年こそ勝負だと思いますし、はい、その辺を教えてもらったことをやっぱり生かさないと、まあ、小谷コーチにも失礼なので、まあ、来年こそは、まあ、鈴木も言ったようにしっかり投げ切れるように頑張れればなと思います。ね、そうですよね。なんか鈴木選手は大学からこう長く見てると、やっぱりこうマウンドショートから見て、藤岡今日はいいなとか今日良くないぞとか、こういろいろ感じるところってあるんですか？まあ、やっぱり見てるんで、うん、
あ、もう今日いけるなっていう、なんていうんですかね、雰囲気がある時と、ちょっとなんか不安そうだなみたいな、やっぱどこだって言われたら言い合わせないですけど、感じるものあります、はい。それをこう何か言葉に出してこうアドバイスというか何か言ったりはしないんですか？そういう時はちょっとマウンド行って、間開ける時もありますし。そうですよね、結構声かけられてますもんね。いい時はもう勝手にやってくれみたいな感じでもう見てますでしょうか、はい。良くないなと思った時ってこうどういう言葉かけられるんですか？いや、大したことは声かけないですけど、まあ、自信持って投げろみたいな感じで言ってるんですけど、まあでも届いてるのかわからないですけど。届いてますか？マイク大丈夫です。あ、そうですね、届いてます。届いてますか、はい、なんかこう誰マウンドで結構いろいろほら言葉をかけられるじゃないですか、はい、こうあの人に言われたあの言葉みたいなこう記憶に残る言葉って何かありました？マウンドいるとあんま頭入ってこないですよ、何言われても。やっぱりあんまり聞いてない、聞いてないところですね、はい、そうです、はい、なるほどね。でも頑張れとか言ってるんだろう、なんかこう抜けちゃうんですよ、はい。だからもう何言われても多分マウンドでは無駄なので、なんかあの言葉をかけるっていうよりこうなんか間をね、タイミングを取るっていう意味ですごく重要なんですよね。ちょっとなんか今のくだり恥ずかしかったですね、僕。一生懸命ね、一生懸命でも勉強になりました、来年以降。あ、まあ何言っても無駄ってことですよね。間を取ってもらえるように、言葉は関係ないってことです。間で、そうですね、ね、なんか聞くとたまになんか本当全然関係ないことをポロって言ったりする方もいらっしゃるとかね、聞きますから ね、うん、何でもいいんですね、何でもいい、大事なのは間ということで、はい、言葉ではないということで、はい、ね。そしてあの鈴木選手、ちょっとお話戻りますけれども、あの背番号が35のユニフォームを持ってきている方がたくさんいらっしゃいましたけれども、2014年から7番ということです。拍手ですね、拍手してますね。みんな買い直さないといけないんで大変ですね。そういうね、いろいろ ね、お財布もあると思いますけれども、でもこう7番への思いみたいな。そうですね、その球団の方から、うん、お話をいただいた、その7番のお話をいただいた時は嬉しかったんですけど、はい、まあ、正直その前の7番をつけた方がすごくインパクトがある方で、はい、まあ、どうしても皆さんその7番を想像すると思うんで、まあ、それに耐えられるかなっていう正直不安な気持ちもあるんですけど、はい、まあ、でも僕にしかできないこともあると思うんで、うん、新しい7番を作っていけたらいいなと、うん、今は思ってます、はい、ね。そうですよ、ぴったりですよ。どうなんですかね、足遅いんでちょっとそこら辺が新しい7番は違うんでちょっと分かってもらえれば嬉しいです、はい。なるほどね、でもそんなに前の方は前の方っていう感じでそんなにねイメージを引きずることファンの方はないと思いますけどね、ね、うん、うん、はい。拍手ということで7番ね、楽しみですね、はい、ありがとうございます。さあ、そしてあのシーズン終わってから秋のキャンプも終えて今オフに入りましたけれども、秋のキャンプこうだいぶね、あのいろんな選手に聞きましたらすごい走り込ん、やっぱり走り込みが多かったわっていうご意見が多かったんですけど、いかがでしたか？そうですね、すごい多かったです、ね、去年も多かったかなと思うんですけど、去年より多かった気がします。あ、だいぶ走って、はい、うん、鈴木選手はそうですね、まあ、ピッチャーに比べると野手はあんまり走らないんですけど、はい、その分、まあ、連続キーバッティングをやったりとか、うん、サブグラウンドでノックを受ける日が今年は多かったんで、はい、去年よりきつかったと思います。きつく感じましたか？なんかあのそのキャンプの中で今年あの5分間スピーチっていうのがあったんですよね。私もあの新聞であの時々ね見たり、あとね青松慶陽選手がブログをねやられててね、それ見てたら、こんな面白いこと話してるんだ、なんか本でも出してくれたらいいのにって思うぐらいに皆さんが話してることがすごい気になったんですけれども、あのお二人まずどんなことをそのスピーチで語ったのか聞きたいんですけれども、では鈴木選手からお願いしましょう。僕は、はい、まあ、その野球今までの野球人生みたいなのを話したんですけど、はい、僕
僕自身がそのターニングポイントになったのが大学生だと思ってるんで、はい、まあ、その大学の時の高橋監督、うん、はい、まあ、同じ監督ですけど、はい、まあ、監督とのちょっとエピソードを交えながらちょっと話しました、はい、30秒ぐらい短縮してちょっとやっていいですか。いや、僕は大学の時に、はい、3年生の時にちょっとキャプテンやらせてもらって、はい、4年生の時キャプテンやらせてもらったんですけど、はい、まあ、そのやっぱキャプテンということで、すごくとにかく打ったり守ったり走ったりしてチームを引っ張ろうと思ってたんですけど、そしたらある日監督に呼ばれて、最初はすごい怒られていたんですけど、途中語られて、その僕をキャプテンにしたのはそのチームを勝利に導くバッティングができたりとか守備ができたりとか走れたりとか、そういうことができるかしたんじゃなくて、お前が元気で一生懸命声出しながらやっていく姿を見て、それならチームを引っ張れると思ってお前キャプテンにしたんだって言われて、僕はすごくそこで気づかされたものがあったんで、だから僕は今ちょっと好きな言葉は何かって聞かれたら元気という言葉を言うんですけど、それで僕はその言葉がすごく印象に残ってるんで、はい、そんな感じで話しました。なるほどね、今なんかちょっと胸が熱くなりましたね。さっきあの藤岡選手はこうプレーで引っ張った副キャプテンとおっしゃいましたけど、やっぱりでも鈴木選手のね、やっぱりファンもその辺をすごく思ってると思いますけれども、大学の監督に言われた、はい、なるほどね。藤岡選手はどんなスピーチをされたんですか。僕はあの今まで野球をやってきた中での、はい、いろんな苦労だとか、まあ、そういった話をしたんですけれども、はい、ちょっとまとめると まあ、その苦労がちょっと重すぎて雰囲気が悪くて重い感じでなってて、みんな結構下向いてる感じ、はい、喋りづらかった。いつの時代の話をされたんですか。まあ高校時代とか、はい、大学の2年生までの話を、はい、結構暗い話だったんで、はい、だいぶ、はい、暗い感じだったんですけど、はい、まあ、僕が喋ってる中でいろんな人を見てたら、はい、増田と、はい、唐川と中後ろは笑いながら、はい、なんかちょけてきました。周りとはちょっと反応が違かったんですね、はい、何言ってんだこいつみたいな感じで言われて、やられてました。それ聞いた鈴木選手はどうでした、藤岡選手のお話は。いや、暗かったですよ、なかなか、はい、なかなか苦労時代というか、そんな感じで注目される前の頃の話を。他になんかあの選手のすごいいいこと言ってたよとか、すごい記憶に残りましたっていう話って何かありますか。やっぱりその大体野球のことを語るんですけど、はい、まあ、あの48番の方がすごくなんか面白いことを話してました、はい、上手に面白おかしく、何か記憶に残ったのありました。僕は大谷さんが記憶に残ってて、はい、皆さん多分大谷さんって結構クールで、うん、あまり喋らないっていうイメージがあると思うんですけど、うん、大谷さんはそのスピーチの中で、はい、自分が坊主にした理由を面白おかしく話してくれて、はい、見事に監督のベストスピーチ賞をいただいてたので、まあその辺は、まあ、僕はある程度知ってたんですけど、はい、まあ、そこはすごい、ああいう場で話せたのすごいかなと思って。なんかトークもさることながら体を張ってね、あれですね、V 坊主頭に V 作って見せたんですよね。やっぱうわってなりました。もう来た瞬間笑ってましたみんな。ね、でもなんかファンからするとそういう話聞きたいですよね。ね、皆さんどんなこと話されてるのかなってすごく興味ありますけれども。ね、でもさすがですね、なんかね、伊藤監督の確かコメントで、あの第一のスピーチすごく良かったよって見ましたよ。本当ですか、うん、いやご遠さ見せなかった。見ましたよ、うん、はい。さあ、そしてこれからですね、あのオフに入るわけですけれども、すごいなんか お忙しそうなね、オフですけれども、トレーニングのこう予定とかはもう立てられてますか。間で12月は僕は練習しようと思ってるんですけど、はい、あの1月は自主トレやるんで、うん、はい、具体的な予定は。いやー、でもこういうイベントことが多いんでなかなかできないのがあれなんですけど、まあ、でもこういうイベントも大切だと思うんで、うまく見つけながら練習しようかなと思うんですけど、はい、
なんかで先日ちょっとオリックスのとコーチの方でですか？僕はコーチの方でやります。はい、ね、具体的にこう予定もちゃんと立てられてるということで、はい、ね、でも本当お忙しそうなのでちょっとファンの皆さんも心配されると思いますけど、まあ、その辺うまく両立して、はい、頑張っていただきたいと思いますけれども、藤岡選手はゴルフのトレーニングの予定は、まあ、12月はまあ鈴木と同様で、まあ、間を見つけながら練習をやって、はい、うん、まあ、1月はまあそういう自主トレをしようと思ってます、うんうん、具体的な予定はありますか？はい、唐川と加藤やろうと思ってます。はい、はい、いいですね。みっちりみっちりやって頑張っていただきたいと思いますけれども、ちょっとプライベートなお話も伺いたいんですけれども、藤岡選手は昨シーズンオフにご結婚されて、ね、今年新婚生活ということで、はい、シーズンも1年過ごして、はい、いかがでした？何かこう変化ありましたか？まあ、今までずっと一緒にいたので、うん、まあ、特にそこまで変わりはなかったですけど、はい、まあ、一緒に過ごす時間がやっぱり多いので、うん、まあ、その分こう支えてあげないといけないなっていう気持ちにもなりましたし、はい、まあ、家族ができたことで、うん、まあ、より一層頑張らなきゃいけないっていう気持ちができてたシーズンだったんですけれども、はいはい、けれどもまあこんな感じです、ね、でもなんか本当に辛い時なり、まあ、あったと思いますけれども、はい、お家に帰って、はい、こうリフレッシュされたりなりました？そうですね、まあ、何も言わずにいてくれることが一番の支えだったんじゃないかなと思ってます。あまりじゃあ家では野球の話はしないで。たまにあるんですけど、はい、フォアボール出しすぎでしょみたいな奥様がたまに言われたりしてるんですけど、それ言われるとどう返すんですか？ごめん。まあそんな感じ で、はい、もっと減らした方がいいんじゃない？まあでもそれは僕のことを思って言ってくれてるんで、はい、分かりました。分かりました。じゃあそんなにこう分かってるわってこうならずに、言ったらやっぱ、ね、大変なんで、はい、はい、おしゃれおりですっていう感じで来てね、はい、ね、でも今月挙式も控えてるということで、ね、そうですね、ね、はい、ありがとうございます。どちらで？ハワイの方で仕事持ってます。いいですね。鈴木選手行かれたりするんですか？ハワイ行きのチケット家に届いてないんで届いてないということで、こっそりでは、こっそり親戚だけで、あ、はい、ということで。でも今ハワイ結構人にぎわってるでしょうね。そうですね、なんすか、ホノルルママのダーソンすか？お前、いや、ほんとに12月はね、野球選手の方もこう皆さんこう初ですか？あ、申し訳ないです。ね、ね、いい式にしていただければと思いますけれども、鈴木選手は今まあ独身でいらっしゃいますけれども、はい、こう結婚のね、お話なんか聞くとこう憧れたり、いやー、いいですね、結婚、うん、まあ、ロッカーとかにも、はい、まあ、お子さんが来ることがあるんですけど、はい、選手可愛、はい、いですよね、見てると、はい、あ、じゃあちょっと早くしたいなという、いや、あるですけどね、やっぱり、うん、やっぱ子供が大きくなった時にまだやってたいっていうのがあるんで、はい、とは思います。あ、なるほどね。あれ、藤岡選手は今日指輪されてるんですよね、ちゃんと。ね、ちょっと珍しいですね。ね、あ、日常はつけてるんですか？野球以外の時はつけないと、はい、怒られます。はい、奥様の手料理で好きなものとか。あ、ね、お願いします。ということで、ね、鈴木選手もね、本当にミニストップとか。じゃなくて、ね、そういうね、食事とかも面もありますからね、アスリートは、ね、あんまミニストップ行かない方がいいですね。いや、はい、そんなことないですけどね。知ってますか皆さん、ズーちゃんとの秘密の中、ファン感謝デーの時にね、お話になったんですよね。あのネタをひたすら言ってくるんですよね、あの子は。あの子は、あの子はクマッとしてますから、言っといてもらいましょうか、後で、ね。マー君が厳しく言ってもらわなきゃダメです。ね、
ということで、お話を伺ってきたわけですけれども、まあ、鈴木選手、今年ちょっと一つ甘い話題があったのをご存知ですか？僕ですか、はい、僕暗いで乗ってないんですけど、なんかあります。甘い話題が一つございまして、今年度秋に開催されました東武百貨店船橋店主催シバノックマリーンズ選手のプロデュース放送試験で見事優勝はい、はい、ということで今日はファンの皆様の前で表彰式を執り行いたいと思います。はい、贈呈プレゼンター東武百貨店船橋店販売さんです。すいません、また出てきてしまいましたけど、おめでとうございます。今回の選手のメニュー選手権で食べてくださった方いらっしゃいますか？ ありがとうございます。鈴木選手の食べていただいた方、藤岡さんの食べた方、嘘です、ね、出てません。藤岡さん出てませんということで、ね、来年はぜひ出てくださいということでですね、今回1位が、鈴木選手の、これ1位っていうのはそのオーダー数ですね、期間中のオーダー数が1位で、途中までダントツだったんですけど、後から増田投手が追い上げてきたんですね。で、同期対決でちょっと私の中では盛り上がってたんですけど、最終的に鈴木さんが逃げ切ったということで優勝させていただきます。では、2013年第9回千葉ロッテマリーンズ期間限定メニュークレープ&ワンプレー優勝鈴木大地殿、素晴らしいワッフルを考案いただきありがとうございました。来年度もこの調子で優勝を目指してください。2013年12月8日株式会社東武百貨店ザバシ店です。おめでとうございます。そして、副賞があります、お渡ししたいと思います。では、この鈴木選手が考案した、通りのものを再現していますワッフルです。おめでとうございます。ちょっとそれを見てご感想をいただきましょうか。いや、これ本当に本物みたいな感じなんで、だいぶお金をかけていただいてるので、すいません。大丈夫です、今日のギャラから引かせていただきましたでですね、いつも毎年ですね、一生懸命考える人がいるんですね。今江選手と荻野選手はすごい時間かけて考えて、多分鈴木さんもそのシーンを見てたと思うんですけど、いや、僕提出日に前の日にとりあえずちょっと好きなものを丸つけて出し行ったら、ロッカーで荻さんと今江さんがなんか絵まで描いてたんで、これちょっとミスったなと思ったんですけど、でも逆に好きなものを選んだのが良かったのかなと思います。そうですね、大体毎年一生懸命考えてたら優勝しません。大体適当に考えた大松さんとか鈴木さんとか優勝してますね。はい、では、もう一つ副賞ですね、手前どものこの開催いたしましたアイドルというところの、生涯無料のですね、チケットを、お渡ししたいと思います。おめでとうございます。一生涯無料なんで、ご本人と、ご本人がお連れいただいた方まで無料にしますので、ぜひお連れください。じゃあみんなで交代でいきましょう鈴木さんは必須ですよ。鈴木さん一緒じゃないですか。わかりました、休みの日でお願いしますということでありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございました。今ね、藤岡選手がこれ何ですか、これ何ですか、ね、趣旨がございまして、何選手か12名かな、キャラクターとかも含めてね、東武さんの6階の今年カフェドアイドルさんで、まあ、洋食屋さんでこのプロデュース選手権ということでメニューを考案して、誰が一番こう注文数が多いかっていうのを期間限定でやってるんですよね。今年前からなんですね、そんな寂しいかもしれないぜひ釜井さん来年はいない、加藤さんはいる、いっぱいいるからね、ぜひ来年はということでね、ということで、さあ、それではですね、ここからは会場のファンの皆さんからの質問を受け付けたいと思いますが、まずじゃあね、ちょっと順番にいこうかな。藤岡選手に質問したいことがあるっていう人手を挙げてください。はい、では藤岡選手、
どうしようかな。手挙げて、もう一回手挙げてください。はい。あ、じゃあ両手で手振ってくれてる。これ、はい、前の方にお願いいたします。実は鈴木大地さんにもお聞きたいことがあるんですけど、お二人東洋大学出身ということで、いろいろ仲いいと思うんですけど、東洋大学時代に一番その面白いエピソードとか一番印象に残ったこととか、なんか二人ありますかね。大学時代の思い出、何がありますか。あれ、その当時結果はどう良かったんですか。優勝してですよね。何か印象に残ったこととか楽しかったこととか。なかなか難しい質問になりました。それ不条理じゃなくて質問で、まあすごい印象残ったのはもちろん日本一になった時にこいつが足をついながら最後まで投げて優勝したってシーンがあるんですけど、はい、それはいいことなんですけど、で悪いのが僕が監督にめちゃくちゃ怒られてる時にこいつ笑顔で上で練習上がってきました。その顔僕一生忘れません。はい、なんかそういう時にこうちょっとゆったりしないんですか鈴木選手は。いやでも釣りながら泣いてくれるんで何も言えない何も言えなかったです。すごいですね。もう絶対いいですね。ね、あでも足釣りながら投げ抜いたんですね。そうですね、あのシーズン全試合投げたんで、うん、最後の最後で力尽きたというか、うん、素晴らしい。あと僕ですよね。あんまないんですけど、うん、もうじゃあその釣りながらも力投して優勝したということで。いいですか。ありがとうございます。でもご質問いただいた方に、あの藤岡選手への質問ということで、藤岡選手の再指揮者。はい、ありがとうございます。来年2桁お願いしますよね。はい、はい、では続いて鈴木選手に質問。35番のユニフォーム着てる。はい、マニーお願いいたします。今までのクリスマスの中で忘れられない。おお、いいですね。忘れられないクリスマス。はい、いいですね。忘れられないっていうのはいいことで言ってます。どっちでもいいってこと、うん、あとちょっと期待通りの感じでもいいですし。いや、ちょっと待ってください。いや、僕ちょ頑張ってください。一番ちょっと照れてるね。チェンジでお願いします。チェンジあります。チェンジありますか。質問チェンジ。質問チェンジどうですか。なしで。聞きたいっていう感じで。聞きたい感じで。頑張って。クリスマスあんまいい思い出ないですよ僕。割とのこうこだわる派ですか。クリスマスだからなんかしようって思う方ですか。それとも結構スルッと過ぎていく。結構クリスマスなんて関係ないよとか言いながら結構楽しみにしてプレゼントを買っちゃってたことがあって、はい、そしたら、はい、まあ、クリスマス前にちょっとそういう人がいなくなってしまったので、そういうちょっと苦いことなんですよね僕。なるほど。こういう考えになるみたいな、いわゆるちょっと苦い思いでも若かりし頃のちょっと苦い方があるなと。あるね。じゃあ今年はいいクリスマスにしてください。いいサンタさんが来るといいですね。はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。では鈴木選手のサイン色紙35番で、はい、あ、
35と7があるんですって。どっちにします？今どっち？35で。はい、ありがとうございます。はい、では続いて、これ悩むな。じゃあお子さんまで、じゃあ付属ボード持ってる、メガネかけてる、はい僕お藤岡ボードを持って前に来てくれました。先発と長継ぎってどっちの方がいいんですか？先発と長継ぎどっちの方がいいですか？そうですね、まあ、中継ぎも中継ぎですごいやりがいも感じましたし、まあ、ですけれどもやっぱり先発が僕としては一番いいかなと思ってます。これでいいですか？こんな普通。先発で来年何勝しますかと。そうですね。まあ、背番号ほど勝てればいいと思いますが、まあでも最低限。まあ、2桁をしたいと思います、はい、よろしくお願いします。藤岡選手はこう割とゲームを担いだりするんですか？全くそういうのがなくて。ない。はい、あでもラインがあるじゃないですか、はい、そこは左足から踏むっていう、それぐらいですか？そのぐらいで、はい、じゃあこう割と調整の1週間のルーティンとかは、まあ、練習メニューとかはある程度こう決まってますけど、はい、そこまでこれをしなければいけないとかっていうものはなくて、たまに LINE も右から当たっちゃったりとか、あんまり見ないっていうね。藤岡選手も前伺った時あんまりないんですよっておっしゃってましたけどね。でも調整方法とかも含めてやっぱ先発でやっていきたいという。はい、まあ契約更改の時もちゃんと先発でやりたいということを伝えたので、来年は先発として1年間できるように頑張りたいと思います。はい、ということです。ありがとうございます。では藤岡選手のサイン色紙を。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて鈴木選手行こうかな。わあ、これ難しいな。悩むな。じゃあ男の子行ったから女のお子さん行こうかな。はい、ユニフォーム着てくれ。ファン感謝デーの時で、こいちんで一番のダンスが上手だった人と下手だった人教えてください。一番ファン感謝デーの時にね、フォーチュンクッキーを踊りましたよ、はい、鈴木選手もノリノリな動画、いい動画出てましたけれども、はい、一番上手だった人と一番下手だった人一番上手だった人は、うん、一番上手だったのは間違いなく僕だと思います。おー、ジジさんの上来ましたね、はい、センター取りますよ、はい、センターは俺だで、はい、はい、下手だったのは53番じゃないですかね。あれちょっとセンスないですね。逆回転してたんですか？はい、回るところで逆回転してた。あ、ちゃんと動画チェックしたんですか？ということで、いや、まあ、あれは本当楽しかったです ね、うん、ありがとうございます。楽しかったですか？めちゃくちゃ楽しかったです。リーファン感謝でしたよね。ファンの方との距離が近くて、こう初めての試みでしたけれども、ああいうのも、そうですね、YouTube も普通に保存して見ちゃってるんで、いや、いい踊りしてるなって僕思うんですけど。あれ、こう事前にこうレクチャーっていうかあったんですか？いや、なくて、うん、撮る前にエブスプラッシュの人に教えてもらってやって、はい、やったんですけど、なんか目立ちすぎっていう声もちらほや友人から来てるんですけど。でもその辺でこうみんなの目線を持っていくところがさすが鈴木選手だなと思いましたよ。そういう力を持ってる方。まあでも爺さんには負けたくないです。負けましたね。
じゃあ、みたいですね。いい決意してるんで、いいダンスしようと思うんですけど、ね、そうですね。ぜひ来年はお願いいたします。はい、ありがとうございます。では鈴木選手のサイン色紙を。35と7どっちがいい？ 7で、7で。じゃあ最後に2人に質問っていう、2人に聞きたいこと、もうこれ絶対、これ絶対いい質問って自信ある人、絶対自信ある人、これ絶対みんな聞きたいよって思う人、絶対聞きたいよって。いやー、どうしようどうしようどうしよう。じゃあアピールドで、アピールで。はい、はい、難しい、はい、難しい、はい、はい、じゃあはいって言ってくれてる、はい、はいって言ってくれてた、はい。あのお二人にですけど、はい、大学生から今までで喧嘩したことありますか？おすごい、いい質問、ちょっと聞いてみたいですね。喧嘩じゃないですけど、はい、こいつが大学最後の登板した試合があって9回2だと思う、完封ペースで、でも完封だったんですけど、最後のバッターが高いショートフライ上がって僕落としたんですよ。そしたらこいつ周りの人めちゃめちゃ怒っててやべえって感じで、喧嘩じゃないですけど怒らしたことは僕はあります。それはい、ありがとうございます。それにはちょっと裏があって、監督から最後なんだから502勝を完封で決めてほしいっていうふうに言われてて、僕もその試合最後、ドラフト前の最後の試合でしたし、監督の502勝の新記録がかかってたんで、本当気合い入れていって、ラスト9回2アウトまで完封でショートフライが上がって、よっしゃーと思って、これで完封で監督の502勝を飾れると思って、そしたらショートの大地とレフトの、まあ、1個下の後輩がお見合いというか、なんかそこでポテンと落ちて、一塁だけがランナーが帰って1点取られて、その時はマジかよと思って、マジかよじゃなくて怒ってたと私が今強くおっしゃってますけれども、まあ、正直怒ってたと、まあそうですね。それで試合の後にこうちょっとあったんですか？ないです。でもじゃあすごいいい関係でやってらっしゃるんですよ、本当にね。なるほどね。ということで、はい、ありがとうございます。じゃあお二人のサインが入っております。サイン色紙プレゼントさせていただきます。はい、あ、お二人揃ってはい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや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 、まだまだ聞きたいところなんですけれども、出ませんでしたね。どうしようかな、どうしようかな、言いたいけど、ほら打ち合わせそうなんじゃあファンの方ね、絶対あれだと思うんですよね、やっぱり一つ、私途中でね、モノマネしてくださいって入れていいですかって言ったらね、いやいやいや、ファンからの質問で出たらやりますっていう、でも出なかったら流してくださいっていうね、っていう話でしたよね、はい、いやでもなんかちょっとね、最後手を挙げてくださった方の中に多分いらっしゃるような、こうすごい感じたんですけれども、誰でいきましょうか。藤岡選手のものじゃあ、藤岡はもうここ触るぐらいしかないんで、はい、じゃあ今メドレーがあります？ないメドレーやばい、手拍子で、メドレー？じゃあ
まずじゃあナルスさんが投げてナルスさんが投げたのを今井さんが打ってカクさんが走ります。すごい。モノマネすごい上手なのはもうファンの皆さんね、あのご存知だと思うんですけれども、実はなんとなんとなんと12名持ってるというものが持ってないっすよ。いや、藤岡選手はのファンの方の前で披露したことないから、ちょっと一つお願いします。お酒が入んないとダメなんですよ僕。お願いします。はい、本当ダメ。野球選手じゃなくてもいいですよ。いや、僕も見たことないんでちょっと楽しみですね。はい、そうですね。最後締めくくりに、あ、ないそうです。野球選手のモノマネはないですけれど、うん、あれだっていうことだったんで、クオリティは高くなくて、うん、来年します。あれですか、はい、じゃあファン感謝デーとかでどこかで小規模で披露していただけますか。ということでね、ヒーローインタビューとかね、何かどこかでぜひね、うん、またそして鈴木選手もまだレパートリーを増やしてぜひ楽しませていただきたいと思いますので、僕2年間飛ばしすぎてるんでそうそうなくなっちゃう、ね、はい、無茶ぶりにご協力いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではですね、あのここで抽選会ということで、プレゼントがございますので